左のスーツ着たおじさんイケてるね。右手上げて品のある挨拶してるお。ニーハオ言うてるね。いやいやいや、中国人じゃないだろ。香港人かな。微妙な話題をするんじゃねえ。ドアップ。どうもティーちゃんドエス。今日こそビクロイするぞ。ビクロイの当て字、変な感じ。いい感じ、手をやってます。ハマちゃんに遠いね。そだねえ。カーリング女子の、流行語まだ使ってるの。お前だけだぞ。オンリーワンの滑るカーリング。ツルツルーン。重点重点重点。さあ、最後のあわやのりこ先生は。0点。残念でした。2020リテールロー。冬季滑りんぴっくT選手。90点で1389位予選落ちでした。レベル高いな、この大会。いや滑り具合がハイレベルだから、もっと滑ってた人がいたんだよ。わお、わおコーポレーション。みんな塾で血を吐くほど勉強するんだよ。するわけないだろ。勝手に農会の宣伝しちゃった。案件来ないかな。来るわけないだろ。ピエーン。ハマちゃんにはそこらへん。デュオ派チームワーク大事。あっちらへんに行くぞ。ゴボゴボ砂煙。いっそぐー。二人でビクロイ目指すぞえ。おう、合点だい。もう少しだ。リブートカードあった。いやー、楽勝だったわー。結構びっくりしてたぞ。いや、たまたまなめくじ踏んだだけだから。ごっつい靴履いてるのに。仲間がやられた日は酒に、限るな。まだ助かるよ。お通夜してる場合じゃねえ。よっしゃ。復活しとるね。よみがえり、強し草なぎ。ドラゴンボールみたいになってた。ジャンパーだったのね。今のはわざと外しただけ。いいんだよ。ほんとだかんね。待てー。俺には小さい頃、離れ離れになった弟がいたんだ。そうなのか、奇跡の再会だな。もっと早く会いたかったぜ。おいてれてんのか。いやすいません、人違いでした。うわぁ、今から打って地面に埋めて、今の話なかったことにしようかな。サイコパップ。どやぁ、待てー。今うすら笑いしてたな。待て待て、ぷー。脱粉しながらセイロガン。来世は確実に和田アキ子のマネージャー。おじさんヒルズ青春白書。トッポーン。え、何？弟は記者好きだったなー。またその話に戻るのかい。なんで？なんでだろう。おっぽー。弟記者好きだったなぁ。ネバーエンディングストーリー。おっぽー。声変わりする前の、鳩かな。真ん中に行って宝をかっさらうぜ。デカポのまんのかい。うん、うんこ。ポッポー。ティーちゃん記者好きだったなぁ。今も元気に生きてるよ。今からフォトスデカじゃん。封じ方もわかるよ。封じ方？こっちはね、なめくじかな。電気が。ヘンチマン。ハマちゃんにスマホなの。ガリーン。じゃあこれから一人で戦わなきゃいけないじゃん。ハマちゃんにの命が尽きてしまった。弟よ。敵討ちじゃ。ヘンチマンは関係ないぞ。やったー、ヘビ砂だ。サイレンサースナイパーだよ。ヘビーサイレントスナイパーだー。ごまかそうと必死。あ、ハマちゃんに。水に沈んでる。黙祷。ストームから逃げろー。脱出。ゼロキルで残り10人。やってやったよ。何もやってないよ。えっへっへ。いよいよ、敵が来たぞ。
あの山かな。いないのまた撃たれた。やっべえぞ。おった。マンオが悪さしとるんかい。レイキンさん、外してるよ。当たった。当たりに来てくれた感じだね。それを言うんじゃねえ。よっしゃー、オールスター感謝祭の時の増田明美。くらいテンション上がったわ。今度こそヘビスナゲット。このミニポ、噴水みたいになってるよ。青いおしっこ、ガビーン。そしていつの間にか残り4人、みんなストーム死しないかな。するわけないよ。宮崎駿がエコンテベタ褒めするくらい、ありえないよ。戦うしかない、宮崎駿と、おいここか、真っ黒黒助出ておいでー。探すもの変わってる。ナウシカおった。おじさんだよ。ウパ様かな、二刀流だし。ナウシカから離れるんだ。撃たれた。またまたスナイパー。セレブのランニング途中かな。ノー、強盗を撃退する天然さん。欧米のね。つけがちじゃ。強盗の応援。青ダメじゃのう。強盗も青ダメじゃのう。どっちの応援してんだ。二人で戦ってもらおう。撃ってると二人から撃たれるし。ランニングセレブ挑戦。最終決戦だ。強盗ね。やばー。わーい。初陸ロイだ。GG。